ドクター矢野音こと矢野浩一先生です。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。無理とお越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、矢野先生はドクター矢野音というお名前で実はあるところで活躍されてたんですよね。そうですね、もう今から、はい、まあ、10年ぐらい前ですかね、名古屋でカイロプラクティックの専門学校をやってた時に、はい、名古屋のあるテレビ局の中の、世間の歪みを切るっていうコーナーがあったんです。おー、すごいタイトル。はい、そこでですね、はい、街角に出て行って、本当に歩いてる人を捕まえてですね、そこでこう治療してしまうっていうね、そういったコーナーがありましてすごい突撃ですね。はい、そこで、はい、ついてた名前がドクターヤノーンで、それ今でも使わせていただいてます。でもインパクトありますよね。ありがとうございます、はい、でも本当にそんなに街中歩いていてやっぱり専門家であられると歪みってパッと見抜けてしまうものなんですね。そうですね、やっぱりね、あの姿勢だったら例えば膝に問題を起こしてるなとか、あの姿勢だったら当然腰には来てるだろうなっていうのは、やっぱり姿勢を見たら大体わかりますので、今突然ちょっと姿勢を正してみました。はい、やっぱりそれが分かってしまい、そんなに唐突にですね、その街中でいきなりベッド広げたってお話をちらっと伺ったんですが、そうです、はい、その場で治療して、はい、やっぱりあの継続的な歪みが治るわけではないでしょうけど、 そうですね、その場での歪みは治るわけですか。はい、もちろん、そこでやれば、すぐにそこで治る、治りますね。でもちろんあとは要は持続性がどれだけあるかっていうのは、うん、それは個人差がもちろんありますからね。個人差もあるし、やっぱりその歪んだ形を作ってしまう生活習慣だからまたすぐ戻ってしまう傾向は高いわけですよね。そうですね、ですから普段からやっぱりその人の生活習慣の中での姿勢なんかもやっぱり、アドバイスするわけですけれどもね。そっか。いや、その当時は名古屋でそのカイロプラクティックの専門学校を自分で経営してたんですけれども、まあ、あの全国的な専門学校で、はい、そのうちの名古屋校を担当されてらしたんですか。校長しながら経営もしてました。すごい、まあ、実は先ほどこちらで打ち合わせさせていただいている時にもちょっと話題に上ったんですが、はい、当番組は第4週をやっぱりカイロプラクティックのドクタードルフィンに担当していただいているんですけど、はいはい、まあ、あの方はね、あのお医者様でもあり、はい、カイロプラクティックのドクターですから、はい、まあ、私から比べたらね、もう全然もう雲の上のような人ですから。そうなんですか。はい、うん、まあ、だからそれぞれやっぱり先生方の特徴というか、やっぱりその同じカイロという大くくりの枠は一緒かもしれないですけども、はい、なさっていることとか目指しているものって違うと思うんですよ。そうですね、はい、あのカイロプラクティックの、テクニックの中で、はい、大体ね160種類とか170種類ぐらいテクニックあるんですよ。その中のどれを使うかというので、やっぱりそれぞれの先生によってやっぱり違いますので、ちなみにドクター矢野はどのあたりを中心に施術をされていらっしゃるんでしょう。そうですね、僕はね結構やっぱお一人にやっぱり1時間ぐらいかけてですね、はい、ゆっくりとやっぱり筋肉のマニピュレーションから始めてっていう形で、かなりゆっくりと長くやらせていただいているというかもうその点でドルフィン先生と対局ですね。ドルフィン先生の治療時間5分以内っていうところ で、はい、で12分の1 ですものね、先生と比べて、ね、はい、だから早いのがいい、ゆっくりするのがいいって一言では絶対言えないと思うんですけども、うん、ね、はい、まあ、先生の場合特にですね、まあ、先ほどもちょっとお打ち合わせの中でも出てきたんですが、やっぱり何回も何回も通っていただく、それは、まあ、ビジネスっていう観点からすればリピートしていただくことも非常に重要かもしれないですが、ですね、はい、治療を受けられる患者さんの側からするとやっぱり治ってもう来なくなるっていう方が望ましいですし、もうそれが一番理想的ですね。ですね、でご自身の力で治せる力を養っていくとか、そういうことを目指していらっしゃるっていうことを伺って、はい、やっぱりこれも素敵な考え方だなっていうふうに私は思ったんですね。そうですね、はい、やっぱり私実はまあ、このカイロプラクティックをやって26年目になるんですけども、はい、それまでは一応 JR に勤めてまして、駅の緑の窓口で切符を売ってた時代があったんですけども、なんかすごいユニーク、はい、でそれからですね、やっぱり今の日本のその薬漬けの医療っていうのに、ね、はい、少し疑問を持って、それでまあアメリカのカイロプラクティックっていうのは、はい、やはりその自然治癒力を導き出すっていう療法で、はい、薬を使わないっていうところに惚れ込みまして、それでそのカイロプラクティックの世界に入ったわけですから。なるほど、はい、でその究極でやっぱりもちろん私が施術することが
よって良くなるのはいいんですけども、はい、やはりできればやっぱり患者さんとしてはね、私のところに来なくてもいい状態を作ってあげるのが一番私の元、理想とするあの究極のところなんですけれどもね、はい、確かにそれが、まあ、受ける側からしても将来的に自分の力だけで治ることっていうのが望ましいのは多分皆さん同じことを思ってらっしゃると思うんですよ。 はい、でもまあ先生がいろんな患者さんを接してきたり、まあ、その後輩を育てていく過程の中で気づかれたことがたくさんおありだと思うんですけども、うん、やっぱり体だけ治そうと思っていってもやはりうまくいかない部分っていうのをやはり発見されてらっしゃると思うんですね、はい、この辺りのことを少し、ね、まあ、私も今までも10万人以上の方を見させていただいて、はい、まあ、私が教えた子どもたちも500人とかいるわけですけども、やはりその中でですね、結局そうなんですね、やっぱり心の部分だとか、やっぱそういうところも全て改善していかないと、やはり、はい、あのその人が一番いい状態っていうのはね、なかなかやっぱりキープできないっていうところに気づいていきまして、そこからだんだんとですね、はい、単純にその施術だけじゃなく、はい、心の部分をどうケアしていくのかというところで、はい、今現在実はですね、まあ、東京の劇団に所属しておりまして、役者さんになってしまわれたって、そうなんですね、びっくりですよね、はい、JR の緑の窓口からカイロプラクティックドクターに転身されて、はい、今それを続けつつも俳優さんになってしまわれた、そうなんですね、あの非常に不思議ですよね、ザ・レッドフェイスっていう劇団にね、はい、あのまあ、主催は榊原俊彦なんですけれども、はい、まああのね、素敵な俳優さん、俳優さんですよね。もうなんともびっくりなのが、昔々なんですけども、はい、その榊原俊彦さんが主演された3部作の映画がありまして、はいはい、その映画の1本目を撮り終わった直後くらいにですね、横浜のあたりから出航するナイトクルーズパーティーがあったんですよ、はい、その時の司会を私担当させていただいてるんですよ。なんか不思議なご縁を感じますよね。はいですね、今そこの劇団の劇団員さん、そうなんです。あの、ね、あのいつもね、あの稽古では非常に厳しいんですけれども、はい、あの一つのセリフの中に3つの感情を入れなさいっていう、ね、3つの感情なんですね、はい、あのですからやはりもともとそのセリフの中にあるそのままのストレートな、あの意味ですね、はい、それから自分の中の心の模様、それから相手を思いやっての感情というか、その3つの感情を入れろって言われるんですけれども、難しいけどそのセリフすごい素敵ですね。いやそうですね、そっか、じゃあ役どころのその感覚、うん、はい、感情一つ、そして2つ目の自分のっていうのはご自身の役者さんの素の感情ですね、はい、そうです、人間としての感情、はい、そしてその相手の感情っていうのは自分に対峙する相手全般っていうことでいいのかな。そうですね、はい、はい、わーすごい、ですからね、私もその劇団に入ってそれを学ばせてもらって、はい、やはりその私もやっぱり喋ることもあったりとかしてですね、やっぱその中でどういうふうに相手に伝えるかということが非常にね勉強になってます。いや、私この番組の中で実はハッピーへのパスポートっていう一人喋りのコーナーを担当させていただいてて、はい、自分の過去のもう本当にどん底生活から這い上がってきたいろんな道のりを語らせていただきつつ、あとやっぱり私はこうやって喋りっていうことで、はい、いろんな勉強を積み重ねてきた結果、コミュニケーション、はい、これやっぱりすごく人生をハッピーにする糸口だなと思っているので、この辺を語らせていただいてるんですよ、はい、だからやっぱりその会話していくこと、コミュニケーション、自分の感情、相手の感情、これをうまくこう束ねていくとハッピーってすごい膨らんでいくって私は実感としてあるんですよ。いや、まさにそうだと思いますね、はい、ですから本当にあの体のケアっていうのは本当にやっぱり心の部分をいかにケアしてあげるかっていうことで、はい、そこで今は私は劇団の中でそれを非常に勉強させてもらってて、なんかすっごいそうお聞きするとですね、先生の施術っていうのはそのあたりの意味合いの心が全部こもってるなって感じられるので、はい、1時間のその施術時間、はい、そこにもやっぱりいろんな思いが入ってくるじゃないですか。そうですね、はい、うん、ですからやっぱりその中でいろんなその、ね、はい、日頃の悩みの相談とか、はい、そういうことももちろん受けるわけですけれども、ええ、あのやっぱりその部分は心のケアを同時にやるということですね。そうなりますよね、はい、で私最近いろんな方とお話ししててすごくこう自分の実体験として感じていることなんですけど、こちらがやっぱり思いというのをまず持ってるじゃないですか、はい、その思いを持って相手の方を思って会話するとですね、
相手が涙を流されるケースがすごい増えてきてるんですよ。あ、それはね、あのそれはもう最高 の、 あの癒しですよね。癒しですよ、はい、結局相手の中の凝り固まってる何かが溶けてほどけていく瞬間、 それが起きるわけじゃないですか、はい、だから結局こちらが何を思って対応しているか、実際に発する言葉以上にそこの部分ですごく重要なんだなっていうのを最近すっごく感じてるんですよ。わかります、わかります、わかります、はい、あ、なんかすごい嬉しいです。そうです。ですから僕もね、そのやっぱり今劇団でお芝居させてもらってて、はい、一番感じるところは、あのやっぱり施術、普通の今までの施術だけでしたら1時間に1人で、はい、じゃあ僕があと残された人生の中で何人の人とを、はい、施術することができるかって数えたら、うんうん、本当に限られてるわけですね。そうですよね。でも僕ね、アーティストの人にはものすごくね憧れてた部分は、はい、やっぱり一度にね何千人何万人の人を前にしてですね、本当にね、あのそれを一気にね皆さんを癒すことができるっていうのは、これは究極の、ね、まあ、施術なんだろうなっていうところで、はい、そこのところを実は私も目指しているところでございまして。いいですね。はい、はい、じゃあちなみにあの2月に先生がご出演されるお芝居があるんですよね、はい、そうですね。せっかくなのでちょっと触れていただいてもいいですか。はい、ですね、ドンショーって言って、あの飲むぞーって書くんですけれども、飲む、あのお酒の名前にもなってるドンですね。そうですね、飲むっていう字ですね、はい、でショーは象なんです。あ、象、象形文字の象の字ですね。あ、そうです、そうです、象、はい、でこれはですね、あの、まあ、昔その杯のところの中に水面にその象を反射して浮かして、それを飲むと、はい、あの大物になれるっていう、そういう意味でドンショーという名前がついてまして、はい、それであのこのドンショーのと言われた人が横浜 の、はい、あの今 の、 その開校した、高島嘉右衛門という人がおられるんですけども、はい、この高島嘉右衛門さんの名前を取って高島町っていうのがあるんですけども、知らなかった、はい、その、高島嘉右衛門さんを、があの主人公のお芝居なんですね。わ、はい、じゃあその方の半生を一部分切り取って、はい、そうですね、表現しているお芝居。そうです、ちょうどあの幕末から明治にかけての時代ですので、じゃあその人 の、 その人生、男気、そういったものをお芝居を拝見すると、はい、私たちは学ばせていただき、そうなんです、はい、やはりその思いを享受することができるわけですね。そうです、はい、楽しみですね。はい、そっか。ちなみに先生はその中でどんな役どころって担当されるんですか。ですね、今ちょっとごめんなさい、まだね正式に決まってないんですよ。ごめんなさい、教えてほしかったのに。いやいやいや、結構これからなんですね。これからなんですよ。わかりました、はい、じゃあぜひもう一回決まったらですね、はい、じゃあ稽古場に取材に行っちゃおうかな。はい、ぜひ来てください。わかりました、はい、それでね、あのうちの主催の榊原も、うん、ぜひこのラジオの方にね出るように私からもあのおすすめしておきますので。楽しみです、はい、ありがとうございます、はい、ということであっという間にお時間過ぎてしまったので、はい、矢野先生はこの番組のこの、公式ホームページから矢野先生の、オフィス、はい、カイロプラクティックの、診療所、はい、ご紹介したいと思いますので、はい、ご興味のある方ぜひ行っていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ぜひまたお目にかかれることを楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは来週またこの時間